皆さんこんにちは。おにぎりくんの日本語発音教室へようこそ。私は幸です。日本語の発音と口語の指導をしています。これから一緒に慣用句の勉強をしましょう。日本語の慣用句とは、2つ以上の言葉が組み合わさって元の意味とは違った意味になる言葉です。今日は自然に関する慣用句です。一緒に発音しながら意味を確認していきましょう。風の便り。どこからともなく伝わってくる知らせや噂のこと。最近救急車で運ばれたと風の便りに聞きました。雷を落とす。大声で怒鳴るなどして叱りつけること。ついに先生の雷が落ちた。雲をつかむ。物事が漠然として捉えどころのない様子。それはまるで雲をつかむような話ですね。煙に巻く。言葉によって圧倒したり驚かしたりごまかしたりすること。彼は巧みな話術で話を煙に巻いた。砂を噛むよう。味わいや面白みが全くないこと。この漫画はまるで砂を噛むような話ですよ。峠を越す。物事の絶頂の時が過ぎること。もう峠を越えたので大丈夫ですよ。しばらく安静にしてください。氷山の一角。物事のごく一部分だけが外に現れている様子。その事件はまだ氷山の一角に過ぎなかった。薄氷を踏む。非常に危険な状態に臨むこと。今日の試合は薄氷を踏むような思いがした。本日のお話はここまでです。もしこの動画が面白いと思った方は、ぜひいいねボタンを押して教えてくださいね。そしてもっと勉強がしたい方は、おにぎりくんのサイトもご覧ください。日本語の発音と会話練習用のアプリもダウンロードできます。また
個別指導をご希望の方は、そちらからお問い合わせくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。